こんにちは、お花大好き奥山茂です。いつもご覧いただいて本当にありがとうございます。今日はですね、園芸を学ぼうシリーズの、ここまでのまとめということで、第1回園芸クイズ大会を行いたいと思います。ぜひお楽しみください。この園芸を学ぼうシリーズですが、今まで根っこと光合成、そして土片の一部、二部で、肥料片の一部、二部と5回にわたってお届けしてまいりました。でこの園芸を学ぼうシリーズを始めようと思ったきっかけなんですけれども、私自身こうガーデニングとかお花が大好きなんですけど、それまでですね、こうなんとなく肥料ってこんな感じだよねとか、土って何でも同じでしょうみたいなスタンスでやってて、意外と失敗も多かったんですね。で今回この YouTube を始めるにあたって、もう一回勉強してみようと思って、勉強し始めたのがきっかけで、あとはその勉強したことを皆様にお伝えすることによって、私と同じくこう園芸初心者の皆様方の、少しでも役に立てばいいなという思いで始めたのが、きっかけになります。なのでこう本当に基本的なことばかりお伝えしてしまっているので、園芸上級者の皆様方にとってはですね、多分退屈なお話になってしまっているんじゃないかなという心配も少しありますが、お付き合いいただけたらとても嬉しいです。私と同じく園芸初心者の皆様方は、これからもこう学びを深めていって、一緒にガーデニングをより楽しんでいきましょう。で今日はですね、今までお届けしてまいりました園芸を学ぼうシリーズの中から5問出題いたします。で全問正解した方にはですね、特に何もないんですけれども、全問正解したぞということをですね、コメント欄に書いていただければ、おめでとうございますというメッセージをですね、心からのメッセージを送らせていただきますので、ぜひお楽しみください。ではまずは第1問です。植物の営みである光合成、この光合成に必要なものは太陽の光と二酸化炭素、そしてもう一つは何でしょうかという問題です。ではお答えください。どうぞ。さあ、光合成に必要なもの、二酸化炭素、そして太陽の光、あともう一つ必要ですね。第1回目の動画でお伝えした内容です。では正解を申し上げます。正解は水が正解です。根っこから吸い上げた水と、あとは葉っぱの裏にこう気孔という小さい穴があって、その穴から二酸化炭素を吸い込んで、水と二酸化炭素を使って太陽エネルギーの力を借りて光合成を行って、植物が生きていく上で重要な養分、でんぷんですね、それを作り出して酸素を放出しているというのが光合成になります。なので正解は水が正解です。余談ですが、植物ってこう二酸化炭素を吸い込んで酸素を放出してくれますよね。なので地球にとって本当に植物は大切な財産なんですが、これいろんなデータがあるんですけども、2000年から2010年までの10年間にどれぐらいの森林が伐採されたかって皆様ご存知ですか？なんとですね、1分間で東京ドーム2個分の森林が伐採されたということなんですね。どんだけ伐採するんだという感じではありますけども、多分、そういったこう伐採したことの恩恵も我々は知らず知らずのうちに受けていると思います。なのでこう伐採を、止めるってなかなか難しいと思うんですが、少なくとも我々はできる範囲で植物を大事にして緑をこう増やしていくっていうのが、今できることかなというふうに思います。でちなみにこの日本はですね、森林率が非常に高い国で、国土のおよそ3分の2は森林になっています。緑が豊かな素敵な国なんですけども、この日本よりも森林率が高い国の一つにフィンランドという国があります。でフィンランドといえばムーミンが有名なんですね。でムーミンといえば、この私が住んでいる町飯能にはですね、ムーミンバレーパークというムーミンのテーマパークがあります。で非常に素敵な場所なので、ぜひ機会があったらいらしてください。でよくですね、この飯能のことをですね、飯能とか飯能とかっておっしゃる方いらっしゃるんですが、飯能ですので間違いないのにお願いします。すいません、ちょっと余談が長くなってしまいました。では第2問いきましょう。第2問、多くの植物にいいとされている土は丸々構造の土である。この丸々には何が入るでしょうか？ではお答えください。どうぞ。さあ、丸々構造、なんとか構造の土が、植物にはいいとされています。では正解を申し上げます。正解は団粒構造の土です。団粒構造の土っていうのは非常にこう水はけが良くて水持ちがいいんですよね。だから植物にいいんですよね。でも団粒っていうのはちっちゃいこう土の粒がいくつかひとまとまりになったものです。
土の粒をこうお米に例えるとおにぎり状になったもの、そのおにぎり状になった団粒で土全体が構成されているものを団粒構造の土と言います。この辺はですね、動画の土編でご説明をしておりますので、よろしければご覧ください。では続いて第3問いきます。肥料の3要素とは一体何でしょうか。肥料の3要素をお答えください。ではどうぞ。この辺はですね、肥料編でお伝えした内容になりますね。肥料の3要素では答えを申し上げます。肥料の3要素は窒素、リン酸、カリが正解です。で、簡単にご説明しますと、窒素というのは葉や茎などの成長に必要なもので、通称葉肥と言われています。で、リン酸というのは開花ですとか実をつける働きを促すもので、通称実肥と言われています。で、カリというのは主にこう根っこの発育を促進する役割がありまして、植物体を強くしたり、病気に対してとか寒さに対する抵抗力を高めてくれる働きがあります。通称根肥と言われています。まとめると、窒素は葉肥で葉や茎に、リン酸実肥で実や花に、そしてカリは根肥で根にいいよということになります。では続いて第4問です。第4問は追肥についての質問です。参ります。追肥を行うタイミングは次のうちどれでしょうか。1、植え付け後すぐ。2、植え付けてから10日から2週間ほど経った後。さあ、いずれが答えでしょうか。お答えください。どうぞ。植え付け後すぐか、あるいは植え付けてから10日から2週間経った後か、どっちなんでしょうか。では正解申し上げます。正解は2番、植え付けてから10日から2週間経った後が正解です。これ、植え付けをするときっていうのは多少なりとも根っこが傷んじゃうんですね。その傷んだ根っこに肥料をどんどん与えてしまうと、うまく肥料成分を吸収できずに根腐れを起こしてしまうこともあります。なので、植え付けてから10日、あるいは2週間ぐらい経ってから、根っこが落ち着いてから追肥を始めるのが正解になります。では最後の問題、5問目いきますね。こちらも追肥についての問題です。1日の中で追肥を行う時間で適切な時間はいつでしょうか。1番、まだ気温が低い朝。2番、気温が高い日中。ではお答えください。どうぞ。気温が低い朝か、気温が高い日中か。では正解申し上げます。正解は1番のまだ気温が低い朝が正解です。これ、気温が高い日中のこう乾いた土に液肥をまいてしまうと、こう水分が蒸発してしまって液肥の濃度が高くなっちゃうんですね。そうするとこう植物にダメージを与えてしまうことになりますので、液肥はまだ気温が低い朝にあげるのが正解です。ということで、以上5問出題をさせていただきました。皆様、結果はいかがでしたでしょうか。ぜひですね、全問正解した方は下のコメント欄にですね、全問正解したぜと書いていただければ、心からのおめでとうというメッセージを送らせていただきたいと思います。また園芸を学ぼうシリーズの動画のリンクもですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひご参考になさってみてください。これからも折を見て園芸を学ぼうシリーズアップをしていきたいと思いますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。園芸の知識を一緒に深めて、よりガーデニングを楽しんでいきましょう。以上、第1回園芸を学ぼうシリーズクイズ大会でした。ありがとうございました。